意外に男性もダメなところをさらけ出すのって怖いんです。はい、皆さんこんにちは、レキです。今日は男性が信頼している女性の前だけで無意識にする行動というお話をしていきたいと思います。男性は信頼している女性だけにする行動があるんです。信頼できない女性にはできない行動ですね。なのでもし彼が今日お話しするような行動をしたら、皆さんは彼に信頼されているということなんです。皆さんが彼に信頼されているかどうかチェックしてみてください。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。レキさんこんにちは。はい、こんにちは。半年ほど付き合っている彼氏がいます。ですがどうも彼が心を開いているかどうかわかりません。身体的な距離感は近いのですが、精神的な距離感はどうなんですかね。男性が信頼する女性にすることってありますか。よかったら教えてくださいというご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、男性が信頼している女性の前だけにする無意識の行動ってあるんですね。もし彼がこれをしたら皆さんも彼に信頼されています。今からそんな男性が無意識に信頼している女性の前だけでする行動についてお話ししていきますね。男性が信頼している女性の前だけにする行動7選です。まず1つ目です。1つ目は弱さを見せるになります。男性は信頼できる女性の前だけふと弱さを見せたりするんです。男性は常に戦ってきましたし、今も戦ってますから、大げさに表現すれば周りのみんなが敵に見えるわけです。だから信頼できて気を許せる相手にしか心の扉を開かないわけです。特に男性の方が強い男性なんてそうですね。逆に言えば弱さを見せるということは信頼されているということでもあるんです。皆さんの彼はいかがでしょうか。そして2つ目です。2つ目は収入が低いことを伝えてくるになります。男性は収入が低いと男として自信が持てなかったりします。ですからもしその男性の収入が低ければ、なかなか自分の収入が低いことを女性に伝えることができなかったりするんですね。まあ、好きな女性に対してなんて男性してよく思われなかったらどうしようと思ってしまったりもします。そしてそんな自分は恥ずかしかったりするんですね。ですが心を開いて本当に信頼ができて自分を理解してくれる女性にはそれを話したりするということです。そして3つ目です。3つ目は助けを求めるになります。男性はなかなか女性に助けを求めることができません。プライドが高いですからね、自分一人で頑張ろうとするわけです。つまりいい格好したいから自分一人で全てを解決しようとするわけです。そして疲弊したりしています。ですが信頼できる女性に対しては助けを求めたりするんですね。心を開いて信頼できる女性にはピンチの時に助けてほしいと言えたりするんです。信頼できない女性にはなかなか助けを求めることができなかったりするということなんですね。そして4つ目です。4つ目はダメなところを見せるになります。男性は信頼できればできるほどそんな女性に自分のダメなところを見せることができたりします。心を閉じていてあまり信頼していない女性だと自分をよく見せることしかできなかったりするわけです。ダメなところを見せたら離れていきそうで怖いんですよね。でも本当に信頼できて心を開いていると、この女性は自分のダメなところを見せたとしても受け入れてくれるだろうと思うんです。だから安心してダメなところを見せてくるわけです。意外に男性もダメなところをさらけ出すのって怖いんです。そして5つ目です。5つ目は悩みを伝えてくるになります。男性は一人で悩みを抱えることが多いんです。そして一人で解決しようと殻に閉じこもっていたりします。男性にはそういう性質があるんですね。ですが本当に信頼できる女性だとそんな悩みを打ち明けてきたりします。悩みを共有してくるわけです。そうなると男性はとても楽になるんですけどね。男性にとって悩みを言うことには抵抗があるんですが、信頼できる女性にはポロッと悩みを言ってしまうわけです。そして6つ目です。6つ目はコンプレックスをさらけ出すになります。男性はなかなかコンプレックスをさらけ出さなかったりします。例えば髪の毛が薄くなってきているとか下腹が出てるとか。でも信頼できる女性にはそんなコンプレックスを伝えることができたりするんです。信頼できる女性だとコンプレックスもあなたの一部だというふうに受け止めてくれそうだからです。信頼できない女性にはコンプレックスをひたすら隠そうとするわけです。嫌われたら嫌ですからね。そして7つ目です。7つ目はトラウマを話すになります。男性は信頼できる女性に対してはトラウマを話してきたりします。トラウマはなかなか人に話せませんからね。トラウマを話してくれるようになったら心を開いて信頼してくれているということかもしれません。まあ女性に裏切られて女性を信頼できないとか、人に騙されて人自体が信頼できないとか、まあその男性により様々です。そんな辛いトラウマを話せるのは信頼できるからこそですね。以上が男性が信頼している女性の前だけに無意識にする行動7選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が弱さを見せる、そして2つ目が収入が低いことを伝える、そして3つ目が助けを求める、そして4つ目がダメなところを見せる、
そして5つ目が悩みを伝える。そして6つ目がコンプレックスをさらけ出す。そして7つ目がトラウマを話すになります。男性が信頼できる女性の前だけで無意識にする行動7選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。